ローマのサンタマリアデッタコンチェツヨーネ教会の納骨堂を飾る4000人のカプチン会修道士の遺体カプチンフランシスコ修道会はカトリック教会の修道会の一つカプチンフランシスコ会カプチン賞先兄弟の会あるいはカプチン会とも呼ばれる16世紀はヨーロッパに宗教改革の嵐が吹き荒れた世紀であったがカトリック教会の教会刷新運動も 盛んに行われた。フランシスコ会に属した、イタリア人主催のマテオダ・バッシュ氏が、1525年、イタリアのサンポールデンツに所在する、モンテファルコーネ修道院において、アッシジの聖フランチェスコを半年、原点に立ち戻った厳格な製品主義の徹底を、主張し、フランシスコ会から分派した。これが、カプチン・フランシスコ修道会である。カプチン会は、1528年、 ローマ教皇教皇クレメンス7世の認可を受け、正式に成立した。1538年には、南イタリアのナポリで、クララ海から分派した女子カプチン会も創設され、その動きは、フランスやスペインなどへ広がった。カプチン会の名は、修道服の頭巾に由来する。その印象的な頭巾から、人々が呼んだものが正式な名称となった。なお、この、カプチンは、おまきざる族や、 カプチーノ、和名、僧帽筋などの語源ともなっている。1536年、教皇教皇パウルス3世は、カプチン会の活動をイタリア国内に限定したが、1574年、教皇グレゴリウス13世は、パウルス3世の禁止令を解除し、活動は世界各地に拡大した。当初は、コンベンツアルコ先、兄弟会の非語下にあったが、1619年に、 独立の修道会として認可された。日本では1947年に選挙を開始した。なお、カプチン会特有の遺体埋葬方法としてミイラ保存がある。日本におけるカプチン会は、沖縄県那覇市を中心とするカトリック、那覇教区で1947年より、北関東4県を担当するカトリック、埼玉教区においては2000年より活動している。 現在の日本の責任者である地区長は、アメリカ人のウェイン・カイ・バーント氏である。沖縄は、第二次世界大戦後に、アメリカのカプチン・フランシスコ修道会、ニューヨーク間区間轄の琉球首都座大陸となり、1949年から1972年まで、フェリックス・レイ氏が大牧を務めた。1972年に、琉球大牧区が、那覇市教区に昇格し、 1973年から1997年まで、ペトロバプティスタ石上忠ダザネロ氏が、初代司教の任についた。2007年現在の那覇司教は、コンベンツァル会出身であるが、カトリック、那覇司教区には、オロクカトリック教会、セイクララヨナバルカトリック教会、普天間カトリック教会の3カ所に、カプチン会の主任司祭がいる。このうち、 聖クララ・ヨナバル・カトリック教会については、ドーコミューモ・ジャパンが日本を代表する近代建築の一つとして、ドーコミューモ・ジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選定している。カトリック・埼玉教区には、カトリック・熊谷教会、カトリック・東松山教会、カトリック・大宮教会の3カ所にカプチン会の主任司祭がいる。他には、 横浜市に事務所を置き、集会活動やテレフォンサービス、書籍出版などを行う宣教団体、祈りの園の主催をするアメリカ人のピーター・ボン・エッセン氏が有名である。ローマにあるサン・ロレンツ・ダブリン・リジ国際カレッジは、カプチン会系の教育研究機関で、歴史研究所や図書館、博物館などがある。スペインのバスク地方の民謡研究家で作曲家でもあった。 ドノスティア神父はカプチン会の修道士であった。ありがとうございます。